古代の帝王らがこぞって求めた仙道の秘宝、丹薬。秦の始皇帝も自らを不老不死とするため、その禁断の薬を望んだという。しかし絶大な力を与える丹薬は世に災いもなしたとされ、秦が倒れた後も戦や権力をめぐる暗闘の陰には必ず丹薬があったという。時は流れ、漢王朝が衰微した今、再び丹薬の輝きを帯びた暗雲が世を包み、各地の眠れる竜を目覚めさせようとしている。天下大吉。天下大吉。お助けくださりありがとうございます。あなたの傷が癒えてよかったです。見つけたぞ、不死の丹田を持つ者よ。これでようやくわしの宿願も叶おうて。あなたと一緒なら勝機はあります。その曲はお守りと思ってください。あなたの窮地を救ってくれるでしょう。これ以上の非道は許せません。行きましょう。こちらをどうぞ。お役に立つはずです。蓄えた木から精製した薬です。傷を癒す効果があります。
い目に遭いますよ。良いのですが、俗になり下がってしまったようです。
を逃れてこの村に流れてきたんです。役人であった父は撃たれ、身内も行方が分かりません。故郷の方に親族が再び来るというのですが、だいぶ倒せたようですが、まだ油断はできません。そうですね。無事に彼らを追い出せたら、私の家に行ってもらえませんか。改めてお礼をさせてください。将来大仕事を成し遂げるお方、そんな気がします。勝機をつかみ取りましたね。
何か落ちているかもしれません。良い品のようですね。あなたの顔にもそう出ています。なんだてめえら、俺たちに歯向かうやつは生かしちゃおかねえ。命乞いしてみたろ。嫌な予感がします。備えてください。見事は勝機をつかみましたね。これで村も救われ。我が手に。何を。落ちよ。オーリュー、噂にたがわぬ力よ。
あなたはこの乱世を治めるのに必要な人。死なせはしません。